どうぞこのメンバーで、当面の間、維、えー、新,新の党の執行部の役割を果たしていただきたいす、党の政策決定につきましては、多数決の精神を最大限尊重した上で、 無解できな決する政治文化を守りますまた党組織と党規約についてであります我が党が政界再編政権奪取のために頑張ろう頑張ろう頑張ろうありがとうございましたええ えー、2度目なんですけどもねもう3度目はないようにしたいですねえー、本当にもうあ三3度目あるんですかあそうだ3度目もう1回あるんですねもう1回やって野党再編が完結するのでですからあの別れることはもうないようにしたいということですね、まあ、今回イの党の皆さんと一緒になってですねまあ本当の意味での改革勢力を結集しようとうんその誓いのもとに、まあ、維新の党 結成しましたまた、あ、ただ、国のことを思えばですね、まあ、いくら安倍政権が順調だと言っても、安倍政権ないしは自民党、公明党に緊張感を持ってもらうためには、きちっとした野党を作る必要がある、これは維新の会、そして唯の党の、まあ、一番の根幹の思いでありまして、まあ、そういう意味で、この二大政党制を前提としている、まあ、日本の今の政治体制の中で、 まあ自民党、公明党に対抗できうるまあ野党をしっかり作っていく、これこそ国のため、また国民のためのまあ大仕事だと思っていますやっぱりこれから民主党、みんなの党、その他、どこの政党でも、どの国会議員でもやはり、ね、基本政策の一致を前提にどんどんこの、急合していかなければ、こんなしたたかで、懐の深い安倍政権に対抗できるわけがないんですよ。 ぜひとも、こういった基本的な考え方を同じくする人たちとともにさらなる再編を目指して、改革勢力の結集を目指して、われわれ一丸となって戦ってまいりますので、皆さんのぜひ最後までのご支援をよろしくお願い申し上げます。どううもありがとうございました。